さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今回は肌悩み別におすすめの洗顔料を6つご紹介したいと思います。それぞれ泡立ちの良さや保湿力などを比較しているので、ぜひ参考にしてください。比較内容は今回ご紹介するものの中での比較になります。また詳細のところにそれぞれ肌悩み別におすすめのアイテム記載しているので、気になったところに飛んで見ていただいてもいいかなと思います。では一つ目にご紹介したいのがこちら、カネボウコンフォートストレッチウォッシュです。こちらの洗顔料は糸引き美容洗顔という名前がついているんですが、テクスチャーを見ていただくと分かるんですが、本当に洗顔料がこう糸を引くようなテクスチャーになっています。このたっぷりと美容成分が配合された洗顔料が本当にCM のような、もう生クリームのような濃密な泡をこうたっぷり作れるようなものになっています。今実際に泡立てネットに1センチぐらい洗顔料を取り出して泡立てています。前に 1.5 センチぐらい出したら、ちょっと顔3回分ぐらい洗えるんじゃないかぐらいの泡ができたので、1センチあれば十分かなと思います。でちょっと見ていただくと分かるかなと思うんですが、本当にこう弾力のある生クリームのような濃密な泡ができます。こう本当に押しても手が跳ね返ってくるような、この濃密な泡がこの洗顔料の魅力で、この泡がずっとへたらずにいてくれるので、お肌に一切の摩擦を与えずに洗うことができます。で洗い上がりの肌が本当に潤っていて、とにかく使い心地が気持ちいい洗顔料になります。で1本5000円するので、洗顔料としては少し高いと思われる方もいるかなと思うんですが、先ほどお伝えしたように1センチでこれぐらいの濃密な泡ができるので、結構持つんじゃないかなというふうに思っています。洗い上がりのお肌がすごくしっとりするので、乾燥が気になる方におすすめの洗顔料です。続いても乾燥が気になる方におすすめをしたい洗顔料になります。続いてがこちら、チフレ泡洗顔です。チフレって値段の割にすごく物がいいというので話題になるもの多いかなと思うんですが、この泡洗顔もこの大きさで 180ml で550円という結構プチプラなお値段なんですが、物がすごく良かったのでご紹介したいと思います。こちらはアミノ酸系の洗浄成分が配合されていて、あと保湿成分のグリセリンが 24%、 ジグリセリンが 4.8% など、結構保湿成分がしっかり入っている洗顔料になっています。この全成分とその配合目的というのが後ろに分かりやすく記載されています。こちら見ていただくと、あ、保湿成分これぐらい入ってるんだなとか、保湿成分何入ってるんだなっていうのは分かるので、化粧品の成分を勉強したい方にもすごくおすすめのものになっています。で私はこれがいいなと思ったのが、泡のキメの細やかさです。見ていただくと分かるかな。泡洗顔ってものによっては気泡が結構大きいものがあって、その肌当たりがあまり滑らかじゃないものもあるんですが、550円と思えないほどの滑らかな泡になってます。これも使ってみたんですけど、泡が結構時間が経ってもへたれずに洗うことができるので、泡立てる手間がいらなくて優しく洗える泡洗顔かなというふうに思っています。そして続いてご紹介したいのが、毛穴の黒ずみやあと詰まりが気になるという方におすすめの洗顔料を3つご紹介したいと思います。1つ目がこちら、ディオザダブルクレイクレンズです。私もこれがすごい好きすぎて何回も紹介してしまっているんですが、またちょっと改めてご紹介したいと思います。こちら4種類クレイが配合されていて、そのクレイが毛穴の汚れを優しく吸着してオフしてくれるというだけではなく、
見ていただくと分かるかな、マンナンボールが入っていて、ちょっとつぶつぶ感が伝わるかな。このマンナンボールが古い角質も優しくオフしてくれます。なのでクレイとマンナンボールでそのお肌のくすみの原因となっているものを優しくオフしてくれる洗顔料になっているので、使った後はお肌がパッと明るくなった印象になります。で、香りもすごくいい香りなので心地よく洗顔ができます。私は顔のくすみとか、あとごわつき、小鼻のざらつきが気になった時によく使っています。続いてご紹介するのがこちら、オバジ C 酵素洗顔パウダーです。こちら個包装になっていて、一箱にこのようなものが30個入っています。で、田中みな実さんや、あと皮膚科医の泊新先生なども愛用されているというふうにおっしゃっているんですが、これは小鼻のざらつきとか黒ずみが気になるときに使っています。1回でも結構効果を感じられるので、私は週に1回とか定期的に取り入れるようにしています。で、こちらは酵素洗顔使ったことがある方ならわかると思うんですが、こうパウダー状になっていまして、こちらの普通の他の洗顔料と比べてふわふわの弾力性のある泡が立つというものではないので、泡立ちもこういった感じのものになるので、そのゴシゴシこすらないということを気をつけていただきたいなと思っています。で、私はざらつきとか毛穴が気になる T ゾーンとか、あとはこの頬のところですねに置く、泡を置くイメージで使っています。泡を置いて、本当に軽くくるくるってやって洗い流すぐらいでも結構綺麗にざらつきなど取れるかなと思うので、肌をこすらないということを気をつけてお使いいただければと思います。続いてご紹介したいのがこちら、リサージのミネラルソープです。で、こちらもモロッコ産の天然クレイが配合されている洗顔料になっています。で、クレイは汚れを吸着してくれる力があるので、汚れを吸着しながら優しくオフしてくれるものになります。クレイを配合しているので結構しっかりしたグレーの色をしています。で、こちらも今実際に泡を作ってお見せしたいと思うんですが、すごく濃密なクリーミーな泡が立つ洗顔料になっています。こちら今実際に1センチぐらい出して作った泡になります。こちらも見ていただくと分かるかなと思うんですが、クリーミーな濃密な泡が作れます。これも結構弾力性があってクッション性の高い洗顔料になります。もちろんこうやって泡を立てて顔全体に使っていただくということもできるんですが、こちら実は2通りの使い方ができて、今お見せした泡を立てて使うという方法と、あとクレイパックのように直接これをお肌にこう塗布してパックしてから洗い流すという使い方もできます。結構テクスチャーもクリーミーなのですごく伸ばしやすいものになっています。これを気になる T ゾーンとか、あと顎下とかに使っていただくといいかなと思います。で、それ以外の部分、この頬の部分とかは泡立てた洗顔料を使っていただいて、最後にこう顔全体を洗い流していただくという風な使い方もできるので、そのざらつきとか詰まりが気になるパーツにだけこのような形直接塗ってパックをしていただいて、それ以外のところは泡立てた洗顔料で洗うということもできる洗顔料になっています。結構しっかり洗い上がるような印象なので、乾燥が気になる方は、個人的な感想ですけど、その毎日使うというよりは何が気になるタイミングで使っていただくといいかなと思います。最後にニキビや肌荒れが気になるという方におすすめをしたい洗顔料をご紹介します。こちら FTC ホワイトモイスチャームースです。
FTC というブランドは美容家の君島十和子さんがプロデュースされているブランドになります。こちら洗顔料ではまあちょっと珍しいかなと思うんですが、医薬部外品のものになっていて、有効成分に肌荒れやニキビを防ぐグリチルリチン酸ジカリウムというものが配合されています。でこれが魅力的だなと思うのは、それだけでなく皮膚専門家の方に敏感肌と診断された方でも使用できるという安全性を追求して、日本初となる敏感肌パッチテスト済みという表示を取得しています。なので私はお肌の調子が悪い時によく使っています。でこちらも泡洗顔タイプなので、プッシュするだけであのきめ細かい泡が出てきます。こちらはあの濃密というよりはこうふわふわっとした泡ですね。こういった感じの泡が出てきます。私は肌が荒れた時こそ使うことが多い洗顔料なんですが、あの今までピリついたりシミたりといったことはなく、心地よく使えています。なので、お肌が敏感な方や荒れやすい方はぜひチェックしていただければなと思います。以上6つが肌悩み別におすすめをしたい洗顔料になっています。洗顔料も1種類だけでもいいんですが、やっぱその時の肌に合わせて使い分けをできるとより良いのかなと思っているので、なんか気になるものがあれば2個とか持っていただいているといいのかなというふうに思います。またあの今日はちょっと手元になかったり、あとジャンル分けに入らなかったんですが、例えばオーガニックの洗顔料でおすすめのものとか、あと最近結構石鹸の洗顔量もあのどんどん出てきているので、それでおすすめのものもあったりするので、洗顔料またなんか知りたいジャンルとかこういうもの見たいなどあればぜひコメントを残していただければ、私たちの方でまたチョイスしてご紹介をしていければと思っています。落とすケアってあの本当に美肌を作るにはすごく大事なステップになると思うので、ぜひあの自分に合った洗顔料を見つけていただければと思っています。今回の動画が参考になった、ためになったという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。